お疲れ様です。速稼塾コイン月庫の時間でございます。まずはコインの取扱い総数を見てみましょう。 14,229 ということで若干増えてるかなっていうところと、それに関わる交換所取引所の数ですけども 1,089 と少し増えてますね。でこちらの方は増えてるんですけども、時価総額が上がらなくなってきました。以前はね、400兆円から430兆円の間をうろうろする時期と、それから370兆円から400兆円の間をうろうろする時期と分かれていたわけですけども、目下ですね、400兆円以下でうろうろしている。そして、ことに370兆円前後でちょっとね、推移する時期が増えてきました。まあ、つまり冬の時代に入ったのかなと思うんですよ。まあでもこれは当然ですね、先々月とビットコインの半減期っていうキーワードが乱れ飛んだわけですよね。でそれを見て買いに入る人は多かったんですよ。ですんで時価総額が押し上げられたっていう経緯がありますけども、必ず含み益が出れば利確する人は出るわけですよね。でその利確が進んで430兆円から400兆円にで、400兆円から370兆円に来て、もう決済する人はあらかた決済したんじゃなかろうかってことが見て取れますね。それが370兆円前後で推移している現状ということになります。で、割合としてはビットコインが 51.3% ということは、ビットコインが売られたわけでは必ずしもないかなと。イーサリアムとか、イーサリアム以下の通貨が、いわゆるアルトコインがね、おおむね販売されたということになっているんじゃないかと思います。まあ、ちなみに私はね、急上昇する暗号通貨のアルトコインのことを結構ね、この半年間、お話してきましたけども、その方が利確をすれば当然アルトコインの何ですかね、占有率ってのは落ちますから、そうなってくるとビットコインが相対的にシェアを広げていくってことになります。そして全体の時価総額が下がるよってことになります。だからクズコインを利確した人が出れば出るほど、送り人が出れば出るほど時価総額って落ちるんですよね。でクズコインに期待してエントリーする人が増えると、時価総額は、まあ、あんまり影響ないんですけどね。クズコインエントリーしても、そんなに値幅は大きくないですから。まあ、ですんで、結局はビットコインが全体の価格を押し上げて安定させて、アルトコインが値上がりしたショックに売られるから、この暴落が起きてるんじゃないかなっていうふうに考えています。さあ、そして個別の銘柄に入っていきますと、まあ、そうは言ってもビットコインね、売られてる部分もあると思います。それからイーサリアムも売られっぱなし。XRP 多少売られましたけども、もうこれは価格がね、だいたい見えていたかなと思うんですよね。で、我らがカルダノは、一時期ね、100円を超える時期があったんですけども、現在は70円になかなか手が届かなくなってきたよってことになります。柴犬はすごいでしょ。相変わらず安定して、この価格を維持してますね。私が購入しましょうって言ったのが 0.0014 円以下の時ですから、1月ね。そっからというものを値上がりをして、もう落ちなくなったでしょ。柴犬、これからもプロジェクトに注目してもらいたいと思いますね。まあ今日はそのぐらいにしておきましょうかね。まだまだ言いたいことあるんですけども、以上です。お疲れ様です。